はーい、お疲れ様です。元三光です。言論ブラッドオブのフォローチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、コラボに関するお話なんですけど、コラボがですね、ついにコラボで YouTube チャンネルを始めることになりましたということでね、6月29日にね、えー、もうこんな感じでお知らせをしてるわけなんですけど、まあ、実際に、まあ、YouTube チャンネルがね、こんな感じでできて、で、まあ、もともとね、あのー、4週間前、1ヶ月ぐらい前に記者会見の様子とか上げてたりしたアカウントになるんですよね。まあ、ただこれから YouTube チャンネルとして運営していきますよ、みたいな 発表してたんですよただその YouTube チャンネルが異常なこと起きてるぞーっていうことで、ね、暇さら氏がね突っ込んでくれてるんですけど YouTube のコラボの動画が再生数が1,700なのになぜか「いいね」が6,500ついてるーってえ ちょっと理解できないんですけどね、再生した後にいいねって押すもんだと思うんで、いいねが上回ることってありえないだろうみたいなね、そんなの元光聞いたこともなかったんですけど、もう、もしかして工作やってんじゃねえのかーっていう風にね、コラボいきなり疑われてしまうっていうようなね、そんなお話なんですよね。まあということでその内容見ていこうと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあということでね、まあちょっと驚愕的な話にはなるんで、 ですけど、まあ、とりあえずコラボがねこんな感じで YouTube チャンネルを始めましたよーってお知らせしてたんですよ。新番組 <laughs> 新番番組組 <laughs> 新番組「制作主社会を見つめる」ではこの間ずっとコラボの活動を応援してくれていたえ菱山さんと一緒に私たちが日々退治している少女たちが置かれている状況制作主の実態を考えます「来月放送開始です」って、まあ、こういう番組スタートしますよってもうなんかメディア気取りなんですけどまあ何か テレビ局の言い分みたいなことを言ってるわけなんですけど、まあ自分たちはメディアを動かす力があるぐらいに思ってるんですかど、ね、まあ今この言い回しはね、まあそこまで大した問題ではないんですけど、なんか元みつはちょっと引っかかっちゃったなって感じがします。でね、こっからなんですよ。まあ YouTube チャンネルをね、アップするのは全然いいんですけど、えー、ひまさん主がこんなツッコミをしてくれてて、コラボの公式チャンネルのいいね、再生数は増えないのに爆発的に増えててくさーって、え いいねが、あの、増えまくって、再生数はなぜか増えないっていう、わけわかんないことになってるぞってね、えー、草みたいなんですよね。えー、更新したら、いいね1万超えてるんぞ、なんだこれって、すげえ、共産党員はいいねするノルマとかあるのみたいな感じで、ここにね、再生数とかをね、えー、スクショしてくれてるんですけど、1044回視聴なのに、いいねが1万とかなんですよ。 ど,どういうことだって再生されてんの1000なのに「いいね」を押してる人は1万って。 意味不明じゃないかっていうことでね、ひまさらしが突っ込んでくれてるんですよね。他にもこれね、コラボの YouTube が再生数1700くらいなのに、いいねが6500、再生数1000くらいなのに、いいねが8500と話題に、いいねしろという指示が飛んだ模様つうか、どういうネット工作業者なんでこうなるおかしいだろうって、どっかの業者に頼んだんじゃねえのかっていうふうにね、怪しまれてるわけなんですよね。まあ、そりゃそうだよね。まあ、実際にちょっとその内容を見ていこうと思うんですけど、えー、こんな感じで、ね コラボの YouTube チャンネル、えー、新しくできましたよって今登録者がね742人いるんですけど、えー、この動画とかで言うと再生数が1977なんですよねでいいねが1万なんですよいやまあここってね若干ラグとかあったりするんですけどただ再生数を、えー、もう、えー、10倍はいつか5倍ぐらい、えー、のいいねがついてるんですよね、えー、こんなの元水見たことなくて えどういうことだって見てる人よりもいいねを押してる数の人の方が多すぎるだろうってもう一つの動画の方では再生数1100なんですけどいいねが9900なんですよいやこれどうやったらこんなことになるんだーみたいなねわけわかんない状態なんですよこのあののあ youtube 動画もどう,いう うに動画撮ってアップしたらこの画角になるんだっていうふうな感じのね、えー、横長の映像でもあったりするんですよね。これ, <laughs> これもちょっとね、まあ、ツッコみたいところがいっぱいあるんですけど、明らかにこのいいねが多すぎるだろうっていうふうに、ね、言われてるんですよね。で、ひまぞらしこっちなんて1010 10回再生でいいねが8500って、すげーって、もうどうなってるかわかんないですよ。ひまぞらしでも、これどういうふうにやってんだって、不思議に思ってるわけなんです 元光も不思議に思うんですけどわけわかんないじゃんだってえ例えばさあの仲間の人たちにね「いいね押してください」ってえ呼びかけてたとしてねだとしても再生数も一緒に増えるはずじゃないですか1人が1回見てそれで「いいね」押すってなったら1再生増えて1「いいね」が増えるはずなんですよなんで「いいね」だけが 一方的に増えてててんんだってなっななるわけなんですよね訳わ,わかんねえってでナルさんがこう言ってて YouTube 動画は開いて1秒でいいね押して閉じるとかだと再生数カウントされないんだよねってえあそうなのもともとこんなの知らなかったんですけど YouTube 動画ってえー、だからあのこの動画見ますってこうクリック押してからすぐいいね押して閉じたら再生数カウントされないんですねへえ 1> 1秒まあでも普通ありえないけどね。 もういいね押すためだけにやってる行動になっちゃうもんね動画を見る気全然ないじゃんって全体の何割再生したら再生数カウントか知らないけど開いた瞬間カウントではないっていうことで、まあ、何にしても動画視聴目的の人の行動じゃないよね <laughs> 1秒ですぐいいね押して閉じるってだから安い業者に依頼したり雑な支援をするとこうなるっていうことでおい業者にこれ頼んでんじゃねえって、まあ、そういうね、えー、いいねを 増やすような、えー、そういうなそい頼んでんでじゃねえのかってまあだって明らかにこれは不自然すぎるよ。コラボがそうしてるとは思いませんけど集計が追いついていないだけだよって、まあ、あくまでねコラボがそうしてるかわかんないよって。でけど <laughs> なんせね、怪しすぎるってこれ、普通ありえないことが起きてるんですよ。えー、他には、えー、暇さらしはね、じゃあ明日は再生100万とか言ってんのかなーっていうことで、まぁ、あ、そのラグとかがあるから、いいねだけ先にね、ついて、もしかしたら再生数が明日になったら100万になってんじゃねーのかーって、いいね率は普通1%ぞーっていうことで言われてたりするんですよね。ほんとそうなんですよ。 あの元光の動画とかでもそうですし、ひ、えー、まあ、暇そらしは言われてます。こうちなみに、いいね率は1%で普通、3%は高評価、5%は神って、そんなね、5%でもあったら本当にめちゃめちゃいい動画だなっていう扱いなわけですよ。って感じですって、それが940%って、わけわかんねえ数字出てるぞっていうふうに言ってるわけなんですよね。まあ、実際、ひまそらしの動画とかを見たりしても、 えー、コラボ関係の動画ね、えー、これとかだったら10万、えー、再生数に対して8200のねいいねだから約1割ぐらい。 になるんですよあ1割じゃないね。1%ね,ね。他にもこんな感じ。7.8万再生のコラボの動画に関しては、えー、6187のいいねになるんで、まあ、これもだいセン1%なんですよ。まあ、大体の動画、再生されてるものって、まあ、よっぽど迷惑系だとかじゃない限りだとか、えー、むちゃくちゃ質が良くない限りは、大体この1%から5%の間に収まるような、えー、ものだと思うんですよね。それがだよ。 これ、甘いよね。<laughs> <laughs> 1100の主張で9931ってこれはさすがにあのネットとかで工作されたって言われたとしてもあのデマって言い切れないよこれはむちゃくちゃすぎるもんこの現実がわけわかんないよねということでネットの意見もね見ながら進めていこうと思うんですけど組織的に押しまくってるんだろうなってこれ身内でめちゃめちゃ押しまくってんじゃねえっていうふうに言われたりだとか下っ端使って時間決めてやってるなら途中でピタッと止まりそうだなーって やらせするにしても、もう少し加減したらよかったのにねって。だって、再生数を完全に上回っちゃってるからね。え、なんか、もう10倍ぐらいになってんだよ。それはさすがに行き過ぎだろってね。とか、YouTube のいいねは業者から買えるみたいなんで、情報商材系の動画もたまに再生数よりいいねが多い動画あるのって,って、えこんなことあんの元光は見たことなくて、もう意味わかんないよね。明らかに怪しい動画になっちゃうんですけど、 これ、まあ、どういう風に YouTube は、ね、システム上なってるかっていうのは細かくめても分かってないですけど普通ありえないことだもんね。で他にはあからさますぎるよ。<laughs> いやほんとねこれなんかもうちょっとうまくやらん、まあ、工作を仮にしてたとしてねしてたとしてもそのもうちょっとうまくできたんじゃねえのかっていう話ですよね。 なんでこんな10倍近くもいいねがついてんのってなっちゃいますよね。で、こんなことしてるのかなーっていうことで、これで、ね、iphone とかめちゃめちゃ並べて、あのー、こういう業者の人たちはやってるっていう。多分ね、えー、写真なんだと思うんですけど、こういうことやってんじゃねー。みたいなことがね言われてたりもしますね。まあ、これコラボの話置いといても。こんなこと やってる業者みたいなのがいるっていうことがね、元も的にはびっくりなんですけどね、何のためにやってんだってなっちゃいますけどね。とか、えー、他には、いいねのついでにちょっと動画開けてやりゃいいのにって、これもう逆になってんすよね。<laughs> 動画見てやるついでに、いいねぐらい押してやりゃいいのにみんな反対になっちゃってるんですよ。<laughs> いいねが先行してるって意味わかんないもん、マジで。 とか、えー、他には、いいね押しても動画は見ない。だからこれも逆だよね。動画は見てもいいねは押さないみたいに、ね、普通こんなこと現象起きないんですよね。<laughs> とか、えー、他には、本当だ、二刀夢のコラボ、普段からこんな卑怯な工作ばっかやってんだろうなって、まあそれ疑われてもね、おかしくないよ、これ。 うん、なんなか外部から勝手にされましたっていうのはちょっと考えづらいしさしかもさこういうの怪しまれたら今までの活動とかももしかしたらそういう卑怯な方法やってんじゃねえのかって怪しまれちゃうからねこれはやばいと思うんだけど元もとみつもこちらもねいいねさせていただきますねえっ、ー、とあともう一つねこちら普通に Google に通報案件でクーっていうことで多分ねなかてんか買って 「いいね」とか登録者って、えー、例えばこの YouTube 動画 があの収益化合格とかできないはずなんですねまあそういうの厳しくなってるはずなんでもし収益化を狙ってるんであればこれちょっとやばいよあの真面目にちゃんと動画上げた方がいいと思いますけどねじゃあいいねさせていただきますねまあなんせ登録者700人に対していいねが7000近くあるってもう10倍近くの人いやお前ら登録しろよいいね押すぐらいだったらってなっちゃいますからねもう何もかもが不自然すぎるんですよねまあということでこんな感じでね あまりにも不自然な、えー、動画のいいねのせいで、2>, <laughs> 2という皆さん工作を疑われてしまうっていうので、ね、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。まとめてのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。